続きいきます。とりあえず無口を直すアイテムがあるらしいので、それを持ってこないとちょっと話にならんというところかな。おっと？はい。もしもし、お久しぶりです。アップルキッド、久しぶりだな。こっちはいいお天気ですよ。今、ウィンターズのアンドーナツ博士の研究所に来てるんです。博士は留守のようですが、僕、勝手にここでこけしけしま、あ、来たね。こけしけしま。お、なに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 ？なになに？何するんだ？あ、何かが起こった。誰だ？ガチャン。しっかり電話は切るのね。つつつ。はい、おっと。一応さん、お久しぶりです。オレンジキッドです。ゆで卵を生卵に戻す研究もいよいよ大詰めを迎えました。ところでアップルキッドなんですが、行方不明なんです。ウィンターズのアンドーナツ博士に会いに行くと言ったきり帰ってこないんです。彼に無口を直す本を借りようと思ってたのに、またこれタイムリーだね、これね。突然行方不明になっちゃうなんて、おかげで僕、口下手で誠に申し訳ありません。研究は命を懸けて頑張ってますから、どうかよろしくお願いします。こいつは、ちょっとあれだな。こいつの研究に、この主人公ご一行が携わるってことは、ちょっとなさそうな感じもするね。まあ、それはいいんだが、じゃあ、ウィンターズ行きますか？行きますかって言ったって、ここでテレポートできないよね。ごめんなさい。ここってテレポートできる？できない。そうだ、できないんだったね。じゃあやっぱ外じゃなきゃダメだ。ここでできるか？なんかぶつかりそうな気がするけどなぁ。いけるかなぁ。どうだ？いけるか？ぶつかるなよ。あ、ギリギリいけた。オッケー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 。ギリギリいけました。よし、戻ってきたけども。家内でございます。主人は私を置いて、タスコのほとりで、タッシー乗りをして遊んでいるのです。まったく。ああ、でも、どうなんだ？ガム必要か？ガム。ガム。あれ？ガム持ってなかったっけ？あれ？持ってなかったか。持ってないな。なんかガム必要になるかもしれないから、まあいいか。ガリガリ懐かしいじゃないか。少し背が伸びたかな。おっと、それどころじゃないんだ。トニーのやつが行方不明と、なんかいろんなことが起こってるな、これな。君と一緒だと思ってたんだが、急にいなくなっちまって。几帳面なやつだったからメモくらいは残して出かけるはずなのに。ってことは何か手がかりがあるかもしれないと。中入れる？入れない。中入れないか。どうしよう。ちょっとどうしようもねえな。中入れないし。なんか風船ガム売り切れ。ああ、なんかやっぱ必要な気がするな。ちょっと運送屋に電話してみるか。お届け。あれ？ガム。あれ？あれ、ガムないな。あれ、ガム持ってたか？見落としてたか？ガム、ガム、ガム、ガム。ガム持ってないよね。あ、あとは風船ガム持ってるわ。パッツンが持ってるわ。じゃあいいわ。どうする？じゃあ。入れないっすよね、中に。研究所の中に。一回なんかしてみるか。猿のご主人、猿のご主人のとこちょっと行ってみるか。そうしますか。どこ行くんだったっけ？こっちで合ってたっけ？テントがありますね。これ確か回復できたんじゃなかった。外には見たこともない化け物がうようよ。一体何がどうしちゃったんだ？君もずっとここにいた方が安全だよ。僕ら構わないからさ。テントこれ、布切れ一枚だけどね、これね。紅茶でも飲んでさ、はい。おお、来た来た。壊れたスプレー、ディフェンススプレー、そうなんですよ。ディフェンススプレーなんですよ。これってどう？ちょっと、ああ、ダメか。一回出なきゃダメなのか。ちょっと何回も止まって、アイテムをですね、壊れたシリーズのアイテムを、
ちょっと修理してもらえないかな。おお、壊れたメカ、ダブルビーム。強いんじゃない？いや、でもなんかバズーカ的なのもなんか、あれじゃなかった？持ってなかった？ガリガリ君、デスビーム、ダブルビーム、あー、そうでもない。弱いね。デスビームの方が強い。なんかバズーカ的なの持ってた気がする。壊れたバズーカ。よし、これちょっと、ごめんなさい。ちょっとここで、バズーカ、バズーカ開発までちょっと行ってもらおうかな。どうだ？あー、ダメか。はい、ちょっとここ、何回かちょっとチャレンジさせてくれ。何回か。お願い。ちょっとノーカットで、お付き合いください。どうだ？来い！積もれ！積もらない。確率的には、どんな感じなんだろうね。5回に1回ぐらいで来んのかな。これ今3回連続来なかったんじゃない？どうかな？ 5 回に1回でもまあまあの確率だからね。あー、ダメだ。4回ミスりましたけど。そろそろ来てほしいですよね。よいしょ。どうなんだろう。来るかな？この辺りで来てくれれば。あー、ダメだ、来ない。いやー、ちょっと確率的にはちょっとあれなんかな。それともどうなんだろう、無料回復と有料回復でまたね、確率が違うとかっていうのもあるのかな。それとも一回直したこの場所ではもう直らないとかあるのかもしれない。また別な宿泊施設に行かないと治らないとかあるのかもしれない。あー、なんかそれっぽいな。なんか全然気配ないっすもんね。治る気配が。ちょっとこれでダメだったらもう行きますわ。あー、ダメだ。行こう。次行こう、次。はい。まあそういう可能性、まあいろんな、ありとあらゆる状況、可能性ちょっと考えておかないとね、いけないんで。そっか、同じ宿泊施設だとダメだとか、あとはもしくは、なんだろう、ちょっとこう、同じ宿泊施設は間を空けてからじゃないとダメとかね、なんかいろいろあると思うけど。ちょっと待って、敵ってこんな感じだったっけ？いや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 。待て待て待て。OK。やばいーパッツン。慌てるなよ。よし、間に合った。ちょっと敵強いね。いったーパッツンスマッシュ。魔法撃ってくるのやだね。OK。サイコキャラメル、OK、アザース。これなかなか貴重アイテムだからね。どう進んでいけばいいんだ？こっちか。あ、違うな。違う。こっちか。ちょっと待って。こうかな？ああ、こうだ。オッケーオッケー。で、またテントが張ってやって。はい。あ、誰もいない。お猿さん。いた。ガメなら持ってるよん。おあ、やっぱこれだってんのかな？でも、こっから、どうすんの？また乗って、どっか行くのかな？どうなんでしょうね。アップルキッド、さらわれたのかな？どうなんでしょうね。どっか連れてってくれんの？でもこの恐竜ってか、これ、なんだっけ、タッシーだっけ、なんだったっけ。こいつかわいいね。目がさ、あの、ドットっていう。え、どこ行くの？どこに連れて行かれるんだ？今度は。
ちょっと何も語らずだったけどね、何も語らず、なんか勝手に乗せられましたけど、どうなんでしょうか。研究所の中に入るとか、そういう感じではないのかね。ちょっとわからんな。それともこれはもう何回も行き来できるみたいな感じなのか、単純に。はい。そして、あ、行っちゃった。ちゃったね。あ、違う。違った。ウィンターズってあれだわ。さっきのやつは研究所じゃなくて寄宿舎だったわ。寮だ、寮。そうだ。で、研究所は、そうだよね。そうだった。ごめんなさい。間違えてたわ。研究所ってこの先にあるんだったわ。そっか。研究所にもうダイレクトで行けないもんね。テレポートで。そうでしたわ。完全に間違えてた。まあまあ、とりあえずはだよね。研究所行ってみないことには、ちょっとなんともわからんからね。そうだ、勘違いしたわ。寮と研究所をね、間違えるというね。OK。よーし、マゲゲ強くなって帰ってきたな、おい。レベルがだいぶ上がったんじゃない？ねえ、だから弱かったのかな？はじめ、あ、タコ、これタコ消しマシンで、入場料はいりません。グッズ、タコ消しマシーン。OK! どういう原理なんだろうね。タコ消しマシン。タコの、ねえ、あーやばい。タコのオブジェを一瞬で消し去るっていうね。やばい。あー。やるじゃねえか。OK! ギリギリセーフ。ギリギリセーフ。パッツもやばい。ちょっと待って、ライフアップで回復。オッケー。いや、やっぱ魔法撃ってくる敵はちょっと嫌だね。OK。ちょっと全力を持ってさ、この雑魚敵倒しにかからないとなかなか痛い目見るよな。お、いた。マジックバタフライがいますけど、どうしよっかな。ちょっとね、全員の HP がどんな状態なのかちょっとわからんのよね。満タンなのか、満タンじゃないのか。はい。久しぶりのマジックバタフライだね。癒しの力をいただいて、最高。この先じゃなかったかな？研究所って。お、逃げるね。向かってこなくてもいいのに。向かってこなくてもいいのにね。スパイダー。スパイダー。オッケー。コウモリ様。コウモリ様だって。様つけるほどのもんでもないけどね。おー、なんか、でも何気に嫌だな。なんかこう、サクサク倒しきれないというか。よーし。まあまあ、レベルは上がるとな。さあ、逃げろ。あー、見ても緑だ。いけるか？あ、いた。でててて。オッケー。じゃあ、こっち。この先に研究所があるはずなんです。どういうルートだったかもうちょっとね、忘れちゃったけど。こっちか？確かそうそう、この先がさ、自分の場所になってるんだよ。あ、来た。抜けた。オッケー、ここだ。ここに、わー、敵に囲まれてるな。うわ、もうクマが向かってくるもんね、自ら、もう。必殺技使って一気に行っちまうか。一気に行くぜ。
サーストーンも一気に倒しきる。1。あれ、もしかして俺は強くなりすぎてしまった。ちょっと噛んだね。俺は強くなりすぎてしまったのか、これは。ゲイネズスターストーム強えな。かっこいいしね。主人公の必殺技よりも全然かっこいいもんね。かっこいいよ。いいわ。とね、特快艇は交換したいわな、必殺技。さあ、来たよ。あんた方を待っていたんだ。我が輩の主人のアップルキッドが、このこけし消しマシンを完成させてあんた方に電話してるとき。はい。という具合に誘拐されてしまった。我が輩は見ていたが何をすることもできなかった。不甲斐なくてすまん。いやいや、まあ、所詮ネズミだからね、お前ね。このこけし消しマシンを持って行ってくれ。どこかでこけし見たんだよな。どこだったっけ、忘れたな。どっかで見たんだよ。ちょっと待って、なんかいらないもの売りたいな。あ、売れないのか。ちょっと待って。ちょっと待ってくれよ。こけし消しマシンはじゃあとりあえず手に入れた。ってこと、あ、ごめんなさい。ちょっとフリーズしましたね。ってことは、まあ単純にこけしがあるところに行くってことなんでしょうか。けどね、あれどこだった、どこで見たっけ、こけし消しマシンって。忘れた。なんかでも行けないとこあったんすよね。あったんですよ。どこだったっけかな。ここだったっけ。それこそここ、このストーンヘン、ストーンヘン、ヘンジ、ストーンヘンジ、ここだったか。どこでしたっけ。ここだったかな。なんか見たよな。あー、ここだ、ここだ。オッケー、オッケー、オッケー。そういうことか。はい。ちょっと待って。アイテム欄もパンパンだな、これ。ちょっとミイラの皇帝とかファラオの呪いとか、売ってきたいけどね。いやー、まあ、しゃあない。最悪捨てるか、ダイヤの腕輪とかも、売りたいな。オッケー。よし、行こう。ってことはよ、この先にボスは絶対もう待ち受けてるのは確定と見ていいよね。なかなかに。わあ、いるね、敵が。いますね、いますね。わあ、道分かれてるな。ちょっとどう進んでいいかわからんけども。敵そっちいるから、こっち行こうか。宝箱も置いてくれてる。残念ながらアイテム欄もパンパンなのよ。あー、なんかスターマンっぽいやついるぞ。スターマンっぽいやつ。いるねー、スターマン。卑猥だねー。ザ、もう、ザ、下ネタみたいな感じの。ねえ。下ネタの象徴みたいな。スターマン。オッケー、焼き尽くせ。いった、スマッシュ。負けげスマッシュ。どうだ、スターマンってかなり強いイメージあるけどね。前回っていうか前作のファミコンのね、マザーでもなんかスターマンとか出てきたけど、結構強かった印象がありますけどね。スパイシー干し肉、インスタントガッツとかいらねえよな。闇のペンダントとかも売りたいしね。濡れタオル、ヘビラン。あー、ちょっと待って待って待って、ヘビラン。はい、ヘビ捨てるってこれ、なかなかにちょっと怖いけどね。ヘビを捨てるっていう。どっちだろう、ルート的に。なんか下の方のような気もするけどね。こっちは繋がってただけっぽいね。そうだね。うん、やっぱ下だわ。繋がってただけだ。下行こう。これ画面を切り替えることによってね、敵がいなくなるかもっていう。さあ、お前一体か？一体ですね。ドムクシニア。わあ、結局やってくること一緒だよな。ああ、やばい。いいや。いい。生き返します。うどんかなんかで生き返す。おっと、こらえた。これがガッツの効果なのかな？あ、違う。倒しきっただけか、ただ単純に。ただ単純に、そういうことか？
オッケー、ナイスー。うわ、スターバンがいるねー。はい、来たー。ミスター下ネタ、スターマン。腰に手当てやがって、お前。身構えている。余裕だねー。サイマグネット。くそー、吸い取りやがって。よーしー。おー、オッケー、レベルアップ。いいねー。もう着実に成長してますよ。よし。さあ、この先には何が待ち受けているのか。アップルキットはいるのかどうか。あっと、背後取られたような感じだけど。おっと、てってってってん。どっち行ったらいいだろう。こっち行ってみる？なんか階段があるね。まあ、後で、あっと、宝箱だ。後で探索しにね、来てもいいですけどね。あ、なになになに。ガッツカプセル、ドーピングアイテムだったらちょっと持っておきたい気もする。マゲゲ、マゲゲ、水飲め、水。パッツン、水飲め。1回復。1回復ってこれね。回復なってんのかどうなのかって感じだよね。1回復って。水ってさ、でもさ、もっとこう、美味しいよね。まあ、美味しいというか、日本のミネラルウォーターが美味しいっていうだけの話なんですけどね。いやー、おっと、アルファにしとくか。あら、満タンだった？あの、喉カラッカラの時のさ、あの冷たい水はね、やっぱりね、美味しいよね。今、この、マザー2収録時はもう夏、くそ暑い日がね、続いてますけど。水大事ですからね、水分ね。OK。うわー、マジか。倒しきれねえか。いけいけ、一枚一枚。この魔法はさ、結構さ、栄翔に時間がかかってる感じだよね。だから致命的なダメージ食らうとなかなか大変だ。倒しきろうにもね、魔法連打されると、それだけで時間食っちゃうから、ここ突破してーなー。ダメか。主人公回復だな、これな。いや、マゲゲに回復させるか。サンダーとか、どうよ。スーパーチューチュー。どうだろう。当たらんかー。いや、まだこっちの方意見をするなぁ。なんか、うおぉ、主人公が、くそ、ダイヤモンド状態ってこれ確かどうにもならねえんじゃなかったっけ？フリーズにはフリーズ。フリーズにはフリーズ。やられたらやり返す。うわぁ、全然食らんねえ。全然食らわん。やばいやばいやばい。わあ、無理か。やられたらやり返す。やり返してないけどね。ああ、もう主人公一人もう動けなくなるだけで、これだけのもうね、損害が出るっていう。ダイヤ、わあ、ダイヤモンド、ダイヤモンドだねーってな。昔、そんな曲ありましたけど。どうしようかな。直せない。なんかのアイテムで直したと思うんだけど、命のうどんじゃないよな、多分な。悟りの弁当、命のうどん。いやー、なんかその、あった、裏漢方だったかな。裏漢方も使っちゃった。だよね。命のうどんは無理な気がする。だよね。ダイヤモンド、あ、ああ、いけるいけるいける。じゃあお願い。オッケーオッケー。命のうどんでね、うどん食ってダイヤモンド治るって、これまたどういう世界かね、これ。悟りの弁当は、ああ、これただ回復か。あと、命のうどん1個。あ、じゃあ2個。2個か。
2個、3個、3個だな。まあまあまあいいか。ガンガン使っていこう。よーし、じゃあ。マゲゲもね、スターストーム使いたいからな。ガリガリ君はスーパーチューチューでまた HP 吸えるから。このぐらいにしといて。さあ行こう。さあさあさあ。結構奥まで来ましたけどね。最新部は、どこまで。わー、敵だらけだなー、何気に。ちょっときついですよ、これは。敵だらけ。うわー、魔法撃ってくんだろうなー。まあ、でも一体だったら、ファイヤー撃ってきたね。ファイヤー撃ってきた。わー、くそー。主人公、お前そこ、しっかり当ててくれ。よし。OK。さあ、ここちょっと回復しないで、ちょっとすり抜けていきたい。あー、来ちゃったか。来ちゃったねー。まあ、魔法撃ってくるんだったら、なんかシールドか、なんか撃てばいいんだろうけど。おっと、ちょっと待ってね。フリーズしましたけども、回復、パッツン。サイコシールド、これか。サイコシールドとか貼ればいいのか。でもだよな。スターマン、ちょっと、どうだろう。フリーズ効くかわからんけど。ちょっとフリーズ打ってみてくれ。どうだ。おー、効く効く。オッケー、ナイス。固まった。スーパーチューチューで倒しきれはしないか。オッケー。よし。おーおーおー、何？回復してきたの？回復しちゃったか。スーパーチューチューですよ。はい、いただきまーす。おっと、やるな。君やるね、サイマグネット。なかなか、ちょっとめんどくさい。PP 持ってない。おい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 、なんだこれ。そういえばさ、パッツンの祈るって何だったっけ？回復だったっけか。ああ、回復か。でもなんか、あまり良くないことも起こるんじゃなかったっけ？違ったっけか。はい、OK、ナイス。まあ、こういう使い方もあると。ちょっと待って待って待って、マジで、あ、ちょっと待って、ディフェンス下がっちゃったね。ちょっと待って、マジでさ、お前、これ、ダメだぞ、こんなんじゃ。これでどうだ。うわぁ、HP 高え。よし、大爆発ね。お約束だよね。死してもなお。死してもなおだもんね。OK。それでも経験値すごい。ここに来てやっぱりもう、経験値たくさんもらえてるからね。OK、背後取ったぜ。結果的に背後を取ったが、ファイヤー、いやー、まあ、ファイヤーでもいいけどさ、PP もだいぶなくなってきてるからな、パッツンちゃん。パッツン、わー、主人公、お前、な、お前、サクッと決めてくれよ。サクッと、もうパッツンまた吸い取られた。吸い取、うわ、吸い取って吸い取られるみたいな、このね、泥試合。そして主人公は空振るっていう。三振王じゃないか、三振王。おいおいおい、3打席連続三振だよ、これ。ちょっと、しっかりしてくれ、頼むぜ。インスタントガッツを使った。いったスマッシュ、3打席連続三振からのホームランが出てましたね。いいですね。ブレインショック。鳳凰幻魔剣か、これ。フェニックス幻魔剣。精神攻撃。これも、この先で繋がって、ない、わー。ちょっとあれ気になるな。取りに行きたいな。でも敵と遭遇するからな。っていういろんなこの思いがね、いろんな思いが交差する。サイマグネット、サイマグネット、サイコシ、いやー、ちょっとな。
ちょっとこれで吸って、わあ、ちょっともう主人公マジちょっと三振王だよこれ。おい、マジで？どんだけお前打率低いんだよ。倒しきれ倒しきれ。いやこれ主人公攻撃当たったらもっと楽にね倒せてたと思うんだけど、まあ当たらんな。あれか。肩に力バットってそういうことなのかな。当たればでかいけど、当たればでかいけど当たらんという、なかなか当たりにくいっていう、そういうことなのかな。わー敵だらけ。ちょっとこいつ倒したらさ、あースターマンも来ちゃったか。こいつ倒したらあれだな、ちょっと一気に駆け抜けたいな。おら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 、空振るわ。おそらくそういうことなんだろうね、これ。そうか、ほら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 、肩に力が入ってんだよこれ。だから当たるかスマッシュかってことなんじゃない？そういうことなのかもな。気づかないでここまで来ちゃったか。そういうことなのかもしれん。当たるんだったらスマッシュ。まあ、それはいいんだけど、ちょっと尺がちょっと、もういっぱいだな。30分になってたね。確率的に、どんな感じ？ちょっとなんともな。3回に1回とか4回に1回ぐらいかな。いや、もっと低いか。確率的には。5回に1回、10回に1回？やばいー。ガリガリ君落ちるかな。あー、耐えた耐えた。あー、ちょっとゼロになっちゃったね。57。いずれにせよ主人公これじゃあちょっと、あれだわな。ちょっと話にならんな。そして死ぬっていうね、ガリガリ君。オッケー。ちょっと待って。主人公の装備これちょっと何とかしなきゃいかんな。肩に力バット、ゴージャスなバットに切り替えよう。道理で攻撃力が跳ね上がると思って。行きたい、命のうどん。ありがたい。これは回収しといてよかったと思う。そういうことだったのか。道理でこう跳ね上がると思いましたけどもね。パッツンちょっと常にサイマグネットで吸ってくれ。この後ボス戦が控えてると想定して、サイマグネットのスーパーチューチュー、よしよしよし。どうだ、効果がない。スターマンから吸えないのかな。うわあ、くそ、ちょっと待って。なんかあれだよね、スターマンとパッツンがさ、サイマグネットをお互いにこうやってね、お互いにお互いがみたいな感じだよね。どうだ、満タンになる。満タンになったところ主人公が押し込む。オッケー。ああもうやりたい放題、やりたい放題だな。もうちょっとこのまま行きますね。35分ぐらいまでちょっと来ちゃってるからね。34分か。なんとか35分ぐらいでいいとこまで行きたいけど、ああ背後取られた。かわしきれるかなと思ったんだけどダメでしたね。パッツン来るかな。あーガリガリ君に行った。ガリガリ君間に合わねえなこれ。どうだ、間に合うか。間に合った、ギリギリ。嘘でしょ、マジで。ちょっともうマジかよ。サンダーダイヤモンドは、ダイヤモンドは嫌ですよこれ。オッケー。いや命のうどん、早速これ命のうどんであれだわ。もう取りに行った意味がないっていうね。取りに行った意味がない、あんまり意味がないですよこれ。よいしょ。さあ、おっと、ちょっと待って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 、なんか
ね、スターマンいますけど、どうしようか。一回これ倒したら、おっと、スターマン、スーパースターマン、スーパーラッキーマンかよ、スーパースターマン。はい、じゃあとりあえずここ倒したら、一回動画区切ろう。ちょっともう35分過ぎちゃってるからね。ちょっと、はい、一回中途半端なとこでありますけども、ここで区切って、なんか施設っぽいとこ来たけどね。どうなってんだろうね。この先に何が待ち受けているのか。わあ、全然効かねえ。スーパースターマン。魔法じゃなきゃダメか。フリーズ。オッケーオッケー、フリーズは効いた。わあ、経験値。王者の剣。ちょっとゲーム違くない？王者の剣って誰の、もしかしてあれかな、マゲゲかな。マゲゲ、あー、マゲゲ、うわー強い。ドロップアイテムで、でもあれだね、ダイヤの腕は、あっと、ごめんなさい、ちょっとちょっとフリーズしましたけども、はい、まあ、こんな感じなんか。闇のペンダントちょっと渡そうか、マゲゲに。ちょっとマゲゲ今まだ装備なしで頑張ってたんだね。闇のペンダント、あー、ちょっとディフェンスダメだ、1なっちたわ、ダメだ。よしよしよし、じゃあ一回ここでまた、はい、動画区切りま、ね、区切りまして、またここからね、次回ここからやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。